これは私たちの国もこの先必ず起きることです。共同提案させていただきました。これからも秘密保護法の廃止に向けて皆様と力を合わせてまいります。共に頑張りましょう。沖縄社会大衆党委員長、参議院議員糸数恵子。12月6日日比谷野音集会へのメッセージ。私事になりますけど、タイラっていう名前見ですが、沖縄の人だなと思った人もいると思います。私が生まれたのは1968年です。みんなにも暗算してると思いますけれど、いわゆる復帰、施政権返還する4年前です。沖縄が日本に施政権返還復帰を望んだ理由を皆さんはご存知ですか？あんなに沖縄を踏みにじった日本になぜ沖縄が戻ろうと思ったのか。それは祖国だからではありません。憲法9条を持っている国になった、戦争を放棄する国になったと聞いたから、だったらそういう日本にだったら沖縄も一緒になりたい、そういうことを確信して復帰を望んだんです。沖縄にある米軍基地によって沖縄はたくさんの苦しみを負いました。今も負ってます。でも同時に基地があることで世界中を苦しめているってことにも気がついたんです。ベトナムの人たちは沖縄を悪魔の島と呼びました。沖縄の人たちは被害者になるってことはまだ我慢するという選択肢があるかもしれないけど、加害者になるってことには我慢するっていう選択肢はないんだと言って、絶対基地をなくす、絶対戦争をやめさせる、そして9条のある日本になっていったんです。どうなったでしょうか。9条は沖縄で生きてるんだろうか。でもこれからでも遅くないと思ってます。これから9条を沖縄にも日本にも生かしていく、本当の平和を作る、本当の戦争放棄を作っていく、そういったことを私たちは確信しています。そういう中で解釈で憲法9条を壊すな、この声がどんどん強まっていて、これ以上戦争のできる状態であってはいけないということを声を大きくしていきたいと思っています。ところがですね、秘密保護法というものが出てきた。何なんでしょうね。これは9条を全く無視して、戦争できる国っていうところがさらに戦争しますよっていう国になっていこうとしている。原発のことも軍事基地のことも国民市民に知らせたくないことは知らせなくてもいい、国がやりたいようにどんどんできる、そういう法律を私たちは決して許すことはできない。もしそのことに反対して捕まったら、それはいいじゃないですか。どんどん捕まって刑務所を埋めましょうよ。刑務所がいっぱいになったらもう捕まらなくなると思うんです。インドの免税法に反対したガンジーも、それから、人種隔離政策に反対したアメリカの1950年代の、キング牧師も刑務所を埋めました。私たちもその覚悟でやっていったらいいと思います。沖縄で聞いた嬉しい言葉が一つだけあります。紹介したいと思います。必ず勝つ方法が一つだけあるよ。それは勝つまで続けることさ。秘密保護法対策弁護団は、去年の12月6日の強行採決を受けて、このままこれを許してはならないという思いから、2つの目的をもとに、結成されました。秘密保護法対策弁護団の第一の目的は、仮に施行されてそれに基づく、検挙それであるとか起訴などが行われた際にですね、その人に対してちゃんと弁護をする、そういった準備を整える、そういった、こと。そしてもう一つ、これがとても大事ですけれども、この秘密保護法の廃止運動を、市民の皆様と共に、担い続けるというもとに、結成されました。現在では約400名の弁護士がですね、老若男女は、たくさん頑張ってまして、活動しております。北は北海道から南は沖縄まで、地域リーダーも続々と決まりですね、約400名で、活動を続けています。若手も中心になって頑張っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。
まあ、具体的な活動については後ほど大川弁護士の方からお話がありますので、私の方からは最後に一言、言論の自由、そして知る権利、そして何といってもこう民主主義と平和のために、秘密法は廃止しかない一緒に頑張っていきましょう。皆さん、今日のキーワード、私たちは萎縮しない。そのために弁護団では今2つの対策を取っております。1つ目が、これさえやれば怖くないと皆さんが思ってもらえるような対策マニュアルを現在出版準備中であります。そのために新聞労連やナンスクといった NGO との学習会を重ねております。2つ目は、先ほど話にもありましたが、現在地域リーダーというものを全国、北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄に、それぞれ作っております。彼らリーダーのもとに、各地から弁護依頼や、講演依頼を引き受け、迅速に対応できるような、体制を現在作っております。このように我々弁護団は皆さんのセーフティーネットとなります。これからも萎縮することなく、秘密法の廃止運動およびもともとの人権活動等を邁進していただければと思います。皆さん、これからも萎縮することなく頑張りましょう。秘密法対策弁護団は若い弁護士だけではないぞという思いを込めて、私からも発言させていただきます。私は自分の思いを語ります。私が10代の頃、ベトナム戦争がありました。集団的自衛権の行使を理由にアメリカがベトナムを侵略し、これに韓国も参戦させられ、200万人のベトナムの方々が亡くなり、アメリカ兵士は5万人、韓国兵士は参戦した兵士のなんと1割に当たる5000人の方が亡くなった。最前線に回されたからですと言われています。日本は当時憲法9条の解釈で集団的自衛権は認めないという立場から参戦しませんでした。アメリカ政府は無謀な戦争だということを知りながら国民に隠し、介入していった過程がペンタゴン国防総省の報告書で明らかにされています。公務員だったエルズバーグ氏が罪を覚悟で暴露し、ベトナム戦争は終結に向かいました。もし政府の情報が隠されずにアメリカ国民に開示されていたら、数百万人の命が救われたかもしれません。今日本は当時の韓国と同じ立場に立つのかどうかが問われています。私の思いは、集団的自衛権容認の閣議決定の撤回、そして秘密保護の廃止であります。秘密保護対策弁護団は、私のような、まあ、さっき老若なんとかとか言われましたが、老も、ね、若い人もいろんな思いで集まっております。秘密保護廃止の声は、私はこの法律がいろんな市民運動を、あるいはメディアのこういう運動を監視あるいは規制する、そういう目的があるからこそ、逆に言えばいろんな市民運動の共同が可能であって、秘密保護廃止の声を国民の大きな共同に前進させることができるのではないかと思っています。私たちが共同して、秘密法は絶対に発動させてはならない、そして発動させないまま廃止にしましょう。共に廃止まで頑張りましょう。大きな拍手によって確認をされました。ありがとうございます。さあ、ようやくですね、デモに出発できるようになってきました。安倍政権の暴走を止めよう。安倍政権の暴走を止めよう。
解釈会見絶対反対。特定秘密保護法反対。特定秘密保護法反対。自由を守れ。自由を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。はい、どうも少し上げてくださいね。今の方倒れましたら少し椅子に。